こんにちは、チョメです。アップデートしたらね、バグってました。レベル317からバグってます。先生、この患者さんを治療してください。これね、やったことないと思う、まだ。なんか、これ動かせる。ここがなんか悪いね。こうやって直す感じか。タップしました。映して。あ、そうやって直していく感じね、全部。あと、この腕のところが悪いから、タップして直して。あと、どこ？2箇所ですね。左腕と右足みたいな感じ。魔法のように骨折を治しましたね。あと、321もね、なんか前回と変わってるので、やっていきます。1個ずつ犯人を咲かせ、トランクとかを入れております。何もないね。全部大丈夫だな、今のところ。これさ、帽子動かせたんだけど、入ってる次元爆弾。危ない。この警備員を雇ったのは誰？323と324がバグってますね。だから前回の動画で324が322になっております。こちらの方のやつは前回の動画概要欄貼ってありますのでそちらの方見てください。では今回レベル325からやっていきます。彼らの中に宇宙人がいます。一個一個探していくか。またこれ動かすやつですね。なんかある。頭になんかあるぞ。ただ見えてるだけか。何かいた。これじゃない？中に宿ってた。宇宙人の変装も凝ってきましたね。レベル326。リスが欲しいです。なんか入れ替えたら変身していってる。真ん中にやっていくって感じか。猫は変わんないのか。猫は象になる感じ。なるほど。象は何になるんだろう。ネズミになる。ネズミは何になる？狼か。狼は何になるんだろう。もうこうやってやって。あ、リスになった。奇妙な技ですね。もう上と下入れ替えまくってたらなるね。青い車がレースに勝たなければなりません。まず行けってやってみるか。勝ってるんじゃないの？ギリギリダメって感じ。じゃあ、黄色と赤押さえていけ。全然ダメだな。なんか取れた。おー、ちょっと待って。上のこの、燃料電池みたいなのが取れた。これ、今は破壊するってことか。なるほど。こうやって入れすぎて破壊して、青、1台だけ勝つって。ちょっとやり直そうかと思ってた。青の中に入れるんかと思った。楽勝。ジャンプする我が猫はまた谷を越えなければ。普通にやってみたらこんな感じ。またなんか取れるやつがあるんじゃないかな。それか伸ばしたりとかするやつ。特に何もないの。振ってみても何もないし、逆さまにしてもない。なんか、これ見て。ジャンプっていうのが動かせたんだけど、これでいいのか。ダメだ。押さえとくってこと？ほ。なんか、なんで？上にやったら、OK になっちゃった。ただのジャンプボタンでしたね。もう一度復習すると、このジャンプっていうのをここに置いて、離すみたいな感じ。レベル329。ゴールを決めましょう。これ簡単だな。これで行けってやったら、こんな感じでやって、ここで行けか。で最後、向き変えないといけないんじゃないの？ゴールのところ。これ入る？行けって言った。あ、入るね。ちゃんとなってたわ。モーリーニョ並みですね。この順番でタップしましょう。探すか。あ、やばい。一個やったらさ、わかんなくなっちゃう。ちょっと適当に押してもう一回覚える。ちょっと覚えた。ちょっと待って。頭が。これで合ってるはず。オッケー。賑やかな海ですね。このネズミを猫から救ってください。猫がいっぱいいる。チーズとか動かせない。猫も動かせない。ネズミ、あ、ちょっと待って。こんな感じか。チーズを食べればいいのか。でっかくなったぞ。ほら。どうや。こうやって食べる感じか、最後、逆に。ネズジラの登場です。女の子を母親に届けましょう。すれ違っておりますね。石が動かせるんだよね。ここで上やったら、上とかはいけない。こっちも石があって、一個上移動する感じか。で、必ず移動させないといけない。危ね。あ、ダメだ。レベル332。女の子を母親に届けましょう。これは、女の子をタップすると動かせるみたい。で女の子を例えば下にすると、母親が上に行っちゃうみたいな感じ。で、女の子のところに石を置いて、上とかに置いたらこんな感じ。で女の子を左にやる。母親は基本的に動かせません。女の子を
やる感じですね。どうして娘から逃げるの？これさ、簡単な方法があったわ。こうやってやってから女の子を下にスワイプしたらもうすぐで、女の子右にやったら母親が来るから、これでもうすぐできましたね。小さいものから大きいものへ動物をクリックしましょう。これはどうなんだろう。猫1でしょ。で、次多分木がでかいんじゃないかな。木は関係、あ、木が動かせ、あ、迷ったんか。はい、木が動かせました。猫、こんな感じじゃない。象が一番でかいやろ。で、送信。当たりました。木に隠れるとすぐわかります。猫がもう一度空を飛びたいと言っています。乗せてあげるか。で、この重りみたいなのをさ、乗せていくんだろうな。これ逆か。空を飛びたいって言ってるから。こっちやって、こっちに乗せてあげる感じ。ちょっと待って、わかった。これね、乗せれなかったんだよね。だからこの牛に食べさせて、牛をこうやって落とす感じですね。さよなら。最近の空は空飛ぶ猫でいっぱいですね。お化けをこの迷路から脱出させましょう。お化けを動かす感じかな。左、左。あ、覚えとかんやけ。下、下、左、左、下、下、右、右、下、右、右、右、オッケー。出れました。お礼としてあなたに取り付かないことを約束します。ちなみにこれ、入ったらどうなるの？ダメみたいな感じか。ゾンビを切り倒せ。やっていきます。なんかやられてるけど。振るのかな？なんか振ってる。刀。あ、向ける感じか。今右に向けた。右に向けております。左に刀を向ける。上に向ける。右に向ける。OK。こんな感じですね。ウォーキングデッドジャパンのパイロット版です。一晩中弾を与えましょう。この弾を動かす。木を燃やす。最悪だな。薪があるよ、これ。薪を組めるみたいな感じ。あ、わかった。みんな左のところ、なんて言うんだろう。見て、これだとね、震えてたから、戻してあげたら OK です。もっと密集して寝ればいいのに。まあ、補足すると、ほら、左の人たち震えてるでしょ？で、この薪を左にやると、今度は右の人たちが震えるから、これバランス取ってこんな感じで、みんなが寝れるところに置けば OK でした。レベル338、青い軍隊に勝利を。これなんかあったな。何は何に負けるとか。覚えとかないといけない。これはダメだ。これを、ほら、上とかなってる。どれがどれかわかんないな。一個一個確かめてみるか。負けるの多くね。馬は勝てた。勝てた。剣で、槍だ。槍がいるんだ。いろいろ試しました。最初が馬。で、この次がこれ。で、この次が、一番下で、次がこれで、最後の馬が一番上みたいな感じ。これでね、勝てましたんで。戦略の天才ですね。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでした。なんかね、途中バグってました、レベルが。だから前回の動画とかもちょっとね、2つほどね、問題がずれたりとかしとるので、ちょっと概要欄に簡単な説明を貼っております。